佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。いきなりですが、今年はうるう年ですが、うるう年に関するちょっと豆知識をですね、少しお話しさせていただきます。うるう年は季節に暦を一致させるため、平均の長さを、平均回記念、365日5時間48分45.168秒になるべく一致させるために、平年は365日、うるう年はうるう日にが、挿入されて366日なんです。そして近代オリンピックの夏季オリンピックは、4年に1回、西暦年が、4で割り切れる年に開催されます。このためうるう年はオリンピックイヤーという名称で呼ばれていますが、第2回パリオリンピックが開催された西暦1900年はうるう年ではなく平年でした。これは100で割り切れるが400で割り切れない年なので、この故障は正しいとは言えません。なお、西暦2100年も、100で割り切れるが400で割り切れない年数なので、夏季オリンピックが開催される、年であるが、平年であるそうです。ということで、皆さんご存知でしたか？ぜひ明日ですね、学校や職場でお話ししてみてください。それでは番組に戻りまして、今回もこの佐藤美久の女優道、ぜひ最後までお楽しみください。では今回最初のコーナーは、映画主題歌リリースへの道。さて、このコーナーは昨年末まで撮影がありました、私も出演させていただいております映画ラストソングはの主題歌をですね、なんと私が歌いリリースまでしていただけるということで、今回の楽曲の作曲と、プロデュースをお願いしている元アイウィッシュのなおさんにご紹介、いただきました。うつ先生のところでですね、ボイストレーニングの、一部内容紹介、その成長ぶりと、途中経過をお伝えしていこうというコーナーです。はい、ということで今回もですね、行かせていただきまして本当にありがとうございます。いや、前回ですね、ちょっとおさらいしましょうか。前回はですね、そうですね、歌う時の高い音は、例えば、なが高い音で伸ばすところであれば、母音を強調する、なーというふうにあーを強調するっていうのがすごくうまく聞こえるコツですね。あとだったり、あとなんだろうな、かーとか、違うなきーとかだったらきーっていう風に、していくと、喉も痛めにくいし、歌いやすくなりますので、ぜひ皆さんもちょっとね、挑戦していただければなと思います。そしてね、素直に受け入れることが大事ということもね、お話しさせていただきましたね。はい、ということで今回もですね、行かせていただきまして、うつ先生がおっしゃるには、203連っていう言葉がありまして、203連っていうのは1、2っていうこの2拍の間に3個音が鳴るっていうことなんですけど、タララっていう風に、1、2の間に3個音が鳴るっていうのを203連っていうんですけど、これがすごいなんか売れやすい歌らしいんですよ。で、その203連がある歌っていうのは、高橋洋子さんの、残酷な天使のテーゼであったり、あとはミスターチルドレンさんのイノセントワールドとか、あとは小田和正さんのラブストーリーは突然にの歌も、こうすごい人気な曲だと思うんですけど、203連がこう多く入ってるんですよ。特に残酷な天使のテーゼはものすごいいっぱい入ってるので、ちょっとねそこ気にして歌っていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、で、そうですね、あとちょっと歌詞のお話なんですけど、歌詞ってものすごい大変だっていうのを改めて知りましてですね歌詞こう、例えば皆さんもしかしたら歌詞作りたいっていう方いらっしゃるかもわからないんですけれども、例えば A メロの一番最初を、それでもってするじゃないですか。それでもって4文字じゃないですか。それでもってこの4文字を、
次の2個目の、A メロの最初も4文字じゃなきゃいけないんですって。それでもじゃなくて、それでも以外で入れなきゃいけないんですって。すごい言葉、文字数がものすごいきっちり1個ぐらい多くて、少なくてもいいぐらいなんですって。それ以上バラバラじゃ良くないっていうのを初めて知りましてそうだったのっていうのいやそれって結構やっぱ歌詞考えて歌ってるアーティストさんたくさんいらっしゃると思うんですけど、すごいなってやっぱ改めて思いましたね。それってなかなかね、自分が伝えたい言葉があるけどこれじゃ入らないしなっていうのがものすごい葛藤があったらしく、いやもう本当になかなか大変、音楽作りって大変なんだなっていうのを改めて感じました。はい、でそうですね、あとはもう私の例えば、高い音がこう低い音から高い音、高い音から低い音ってこう上下する部分って多分歌の中で、あったりとかすると思うんですけど、原曲、元々のアーティストさんが歌ってる曲を聞いて、あ、ここはわざとなんていうんですかね、ファルセットというか裏声使ってるんだなっていうのをすごい聞き取ると、分析というかそこを感じるとすごい歌いやすくもなりますし、うまく聞こえますっていうのを先生がおっしゃっていて、やっぱそれをやっぱ素直に受け入れると、やっぱ自分でもうまくなってるっていうのが感じられるので、もう本当毎回楽しくって、歌こんなに私上手だったんだっていうのを感じられるのがすごく毎回嬉しいです。はい、で最近一人カラオケもちょこちょこ行っておりましてですね、精密採点ってあるじゃないですか。それを私よくやるんですけど、いやすごい点数がなんとびっくりするぐらい上がりましてですねえっていう、この曲で私90点以上出したことないんだけどなとか、あとは なんだったかな、あとそれこそ残酷な天使のテーゼだったかなと思うんですけど、96点とか今まで出したことない点数が出たりとか、すごいって実感、自分でもそのスタジオ内でも先生とお話しながら、レッスンしてる間も実感するんですけど、改めて自分で、教えていただいたことを、自分でこう歌って一人で歌うと、こんなに違うんだっていうのを身にしみることができてすごい嬉しいですし、勉強してきてるっていうのがそう、とっても嬉しいなというふうに思います。またね、まだまだ、先は長いのかなというふうには思うんですけれども、頑張ってね、主題歌ね、頑張ってリリースしていきたいというふうに思っております。ぜひ皆さん応援していただければなと思います。以上、今月の映画主題歌リリースへの道のコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン、今回の推しメンは叱らない幼児教育を推奨されていらっしゃる今注目の乳幼児親子教室輝きベビーアカデミー代表理事の伊藤美香さんにお越しいただきました。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまずは伊藤美香さんについてですね、簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。伊藤美香さんはご自身のお子さんが、モンテッソーリ教育の、幼稚園で素晴らしい成長を遂げたことに感銘を受け、モンテッソーリ教育教師の資格を取得。このモンテッソーリ教育とは、公益財団法人才能開発教育研究財団日本モンテッソーリ教育総合研究所のサイトによりますと、子どもには自分を育てる力が備わっているという自己教育力の存在が前提であると提唱されているもので、この実践として保育園幼稚園勤務26年、また輝きビビーアカデミーの事業などを通して約1万5000人以上の親子と関わってらっしゃった日本におけるモンテッソーリ教育の第一人者のお一人でもいらっしゃいます。
ています。現在自身のスクールを運営、ママ向けの子育て講座やインストラクター養成講座を開催されていらっしゃると同時に、保育園、幼稚園の教員向け指導を行うために全国を飛び回っていらっしゃいます。今回はそんなお忙しいところわざわざこの番組にお越しいただきましてありがとうございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、早速、まずはなんですけれども、繰り返しになって恐縮するんですが、このモンテッソーリ教育、はい、とどういうあの理念に基づくものなのか、こう改めて簡単に教えていただけますでしょうか。はいはい、まあ、子どもにはもともと自分で自分を成長させていく力が備わっているという、先ほどもその自己教育力というのがね、はいはい、まあ、大前提の考え方なんですけれども、はいはい、要は自分で自然にこう歩けるようになったり、はい、教えなくてもちゃんと言葉をね、うん、話せるようになるっていうのもそういうことなんですね。なので、はい、あの自分がこう発達に必要だからやる行動ばかりなので、まあ、お母様もこうやらせなきゃって言って無理やりさせるのではなくて、はい、子供がやりたいやりたいって思って自らこうやっていく行動をこう止めないで邪魔しないでこうサポートしてあげるというような考え方の教育になります。なるほど、お子さんの本能というか、そうですね、を大事にした方がいい、はい、やりたいという気持ちを大事にして、なるほど、促してあげるというのが大事かなと思います。ありがとうございます。で、こうやはりもう何事もそうだと思うんですけれども、まあ、理論だけではなくこう実践であったりこう経験、うん、そして、まあ、はい、現場がすごい大事だと思うんですけれども、はい、やはり幼児教育においてもそうなんでしょうか。そうですね、もう実践という点で言えば、はい、まあ、ずっと子どもたち、はい、その保育園だったり幼稚園の子どもたち、はい、2万人ぐらいの子どもたちと関わって、はいはい、でそのに関わる、まあ、パパとママ、はい、というふうにあのたくさんの親子の方とね関わってきて、はい、まあ、本当にいろいろなパターン、いろんな子さんの特徴を見て関わってきて、どうやったらこの子が一番こう無理なく成長できるのかなっていうのを本当にね試行錯誤たくさんしてきました。そうなると、あの伊藤さん、さっき2万人以上っていうことだったんですけれども、うん、はい、こうお子さん、いや親御さんであったりこう関係者の方含めると、うん、もう10万人以上の数えてるとそのぐらいになっちゃう。すごいですね。で、まあ、ちょっとなんか偉そうに言ってしまうと、幼稚園の経営もしなければいけないっていうこともあって、あ、そうですね、はい、あの本当に人気がガタ落ちだった幼稚園を、はい、まあ、なんとかこう盛り立てようっていうふうに経営に携わったりとか、あとはまあその経験を含めて、はい、あの幼稚園やあの保育園の先生たちの教育という形で、うん、今はね研修とかもさせていただいています。すごい、うん、10万人の方を教えてるというのはちょっと どのぐらいの規模なのかというか想像つかないですけど、すごいですね。なるほど、ま、そしてあの先ほどあの教育論であのご自身でいろいろなこう要素やこう経験を踏まえて現在の輝きベビーアカデミーを設立されましたが、ここではどういったた方がこうどのような勉強ができるんでしょうか。はい、あのもう本当に生まれてからすぐにこうアプローチできることってたくさんあるんですけれども、はい、あのその赤ちゃん生まれてからの赤ちゃんから、うん、だいたい小学校に行くぐらいまでの1歳ぐらいのお子さんまでの、まあ、その発達っていうのをまず知っていただいて、はい、その発達にを促す遊びっていうのをね、オリジナルのこう教具、はい、おもちゃであの紹介させていただいていますので、お母さんがあ今のこの子には、はい、このおもちゃがすごくタイミングよく合ってるのねっていうのが分かります。なんかタイミング合わないと全然ねこうおもちゃにかぶりついてくれないんですね。でもすごくタイミングがその成長に合っていると、はい、ぴったりあの合っているともう夢中になってすごく集中するんです。なのでやはり実際にね、はい、来ていただいて、まあ、これですよっていうのをね見ていただいているんですね。結構やっぱ小さいお子さんって、うん、一つのものに集中する力ってものすごい、はい、何十分も同じことずっとやり続けるっていうのをよく聞くので、そうですね、それってやっぱなかなか今の大人ではなかなかできないのかなっていうふうに、うん、なんかやっぱり自分の成長のために今必要って本能でわかるみたい。いや、そうよ、すごいですね。ちっちゃいのにそうなんですよ。それはなんかやっぱすごいですね、うん、本能ってなかなかやっぱすごいなっていうふうに、はい、思いますね。なるほど。玩具っていうのはどういったものがあるんですか。はい、そうですね、あの本当にあの100均で、はい、あの手に入るようなものなんですけども、はい、結構こう
お財布の中からカードを出してしまうとか、ああいったこう出し入れとかゴミ箱にポンポン入れちゃうとか、そういうのってあると思うんですけれども、そういうのを、はい、あのタッパーとじゃあちっちゃい穴を開けてピンポン玉入れるとか、まあ、そういうものにこう変えて、あこれならやってもいいよっていうようなものをたくさんに用意してあげるといいのかなと思っています。なるほど、ありがとうございます。で、そうですね、私実はあのまだ結婚もしてないんですけれども、はい、まあ、耳学問で申し訳ないんですが、よくこう3歳まででで子育ては決まるとかこう言われてると思うんですけれども、うん、あれって本当なんですか？そうですね、あの三つ子の魂100までという、やはりそれは私はすごく重要視していまして、はい、まあ、脳科学的にも3歳までに脳のこの 80% がこう神経回路がつながっていくと言われているんです。そうなんですか？もう 80% も決まってくるんですね。なので、ね、この時にしっかりと発達に沿った遊びを提供してあげて、はい、促してあげるとちゃんと回路がこうつながっていくんですけど、この時にアプローチが受けないと、はい、その回路が少ない本数でずっと一生過ごさなくてはならなくなってしまう。なるほど。で、将来的にやっぱりこう土台ができていると、はい、あ例えばそのテニスを急に、ね、中学になってやりたくなったっていう時もすごく習得が早かったり、はい、何か吹奏楽入って楽器をやりたいなって思う時もすごい早かったり、 あといざとなってこう試験で何かやらなきゃいけない時に割と短い時間でその学習がもう本当に効率よくあのやり遂げてしまうっていうこともつながっています。すごいですね、はあ、やっぱ 3歳で結構短いスパンというか。そうなんですけれどもね、一番大事な時期なのかなと思って。なるほど、すごい勉強になります。全然あの子供はすごい私すごい好きなんですけど、はい、そういう3歳まで決まるっていうのが知らなかったので。なかなかね、やはりあの昔から3歳からお稽古をさせるっていうようなね、あの常識だったと思うんですけど、今はその脳科学では3歳までが 80% って言われているので、本当に今までは知らなかったことだと思います。ありがとうございます。そうなんですね、ちょっと勉強になることが多くてびっくりしております。で、あの輝きベビーアカデミーのこうサイトをあの拝見させていただいているんですけれども、はい、あのとてもこう分かりやすくこういろんな子育てのこう、うん、理論であったり実践について書いていらっしゃると思うんですけれども、はい、その中で特にまあ気になった記事についてちょっと質問させていただければなと思うんですが、はい、最近の子どもたちのこう想像力っていうのがすごい乏しいと言われていますが、はい、その想像力とかイメージ力を発揮する鍵、うん、9つの、はい、知能の言葉と、数と絵ということなんですが、うん、具体的にはどういったの？そうですね、はい、例えば言葉で言うと、はい、たくさんの語彙力、あの、はい、いろんな言葉を知っていると、はい、まあ、その頭の中でイメージしていくのも、はい、いろんな世界がこうイメージしていけるんですね、はい、なので本とかを多読してあげるとかっていいと思うし、 あと数で言えば、はい、こう順序立てて物事を考える力をつけられるんです。なのでこう頭の中整理したり、はい、カテゴリー別に分けたりとかっていうのも、まあ、こう数学的なあの知能になるので、まあ、そういったストーリーを組み立てるっていう力にもなるし、はい、それからあの、まあ、絵だとこう建築とか、はい、もう立体的なものをこう想像していく力になるので、まあ、空間認識力っていうんですけれども、はい、まあ、そういうふうに想像力もこう立体的に映像を描いて、まあ、イメージしていくっていう力につながるんですね。なのでうち の、 あの生徒さんがこの間あの絵本を読んでたんですけど、はい、結構もう知ってる絵本だったと思うんですけど、はい、こう結構何ページもある絵本をめくりながら自分でストーリーを作って読んでました。すごい、もう全部こう、ね、3歳半のものなんですけど、もう、ね、自分で全くこの本の内容と変わったあの違った内容でずっとお話ししながらね読んでたりして、まあ、めちゃくちゃすごい想像力が備わってるなって思うんですけど、いや将来が楽しみですよ。もうなんか実はそのプログラミングっていうのも小学校から教育が入ってくるんですけども、最近ニュースでよく取り上げてるんですね。あれも実は想像力がないとこう組み立てられないんですね。確かに。なので本当にイメージをできるっていうのはすごいね、あの将来的に役立つ力だと思います。うん、今プログラミングやってって言われたら絶対やってできないなって思う。操作は誰でもできるけど、はい、じゃあこれがああなってこうなるからこうやっていこうっていうような想像力っていうのは、小さい頃からの経験が、まあ、そういうふうに豊かに想像力作れていくのかなと思います。
大事、すごい大事ですね、やっぱり。そうですね。いや、すごいな。3歳で絵本で物語を自分で考える。ちょっと本当にお母様びっくりしました。痺れました。なるほど、そうですね。お母様はびっくりしますね、はい、確かに。いやー、ちょっと自分の子供ができたらそういうふうにしていきたいです。ぜひぜひ。であのそしてもう一つ、あのよく音楽とかこう特殊な才能はこう幼い頃からと結構聞くんですけれども、うん、はい、先生の理論によると、運動神経も、はい、あのこの時期の、教育と申しますか、実践が大きく影響しているということなんですが、はい、こちらについてお話しいただけますか。はい、そうですね、まあ、先ほども言ったようにこう、はい、赤ちゃんって生まれた時からプログラミングされているので、自然にこうずりばいをしたり、はい、ハイハイをしたりっていうのがね、はい、なっていくんですが、ところが今って割とこうお母さんも便利なので、抱っこ紐をねこう使ってこう長時間お子さんを抱っこして、で結構出かけしたりとかってしていると思うんですけれども、実はあの結構保育園に来るお子様でも、そのあなかなかこうずりばいができないとか、ハイハイができないお子様が増えてきてしまったんですね。でどうしてかなっていろいろ研究していくと、やはり長時間抱っこ紐に入れていくと、そのずりばいをする機会が、まあ、時間的にも少ない、チャンスがない、なのでその発達する時期を逃してしまうので、まあ、その時期を逃してしまったために、なかなかこう床に置いてもこう反り返ってしまったりとかするってことですね。手足がこう床で蹴れなくて、ずりばいできない、ハイハイできないみたいになってしまう。そうなんですね。だからその運動が 大事だよってことを知っていないと、あのそれに沿ったあのアプローチができないのかなと。うん、抱っこ紐よりかはベビーカーの方がやっぱり良かったりするって感じですかね。そうですね、ベビーカーの方が自由に動けますからね。あ、抱っこ紐しても20分ぐらいでちょっと離してインターバル置いてってことですね。そうですね、はい、解放してあげるといいかなと思います。すごい勉強になります。ありがとうございます。それがですね、おしのべて先生が、おっしゃられている叱らない、教育、育児教育につながっていくと思うんですけれども、はい、聞くところによりますと、現代の我々がこう当たり前にこう思っている、うん、あの赤ちゃんのしつけにも、はい、これ実はいろいろ問題があったり、こう危険性があるものが存在するということなんですが、うん、はい、なかなか公共のメディアなんで、先生があの考えられる代表的なものをちょっと一つ、理由とともに挙げていただけますか。はい、まあ、叱らない育児という前に、はい、なんで子どもがそれをやるのかなっていうような行動の意味を知っているといいと思うんですね。はい、で例えばです、赤ちゃん大体5、6ヶ月になるとこうティッシュをねこうつまんで引っ張るっていうの、大体どんな赤ちゃんでもやると思うんです。でももう本当に箱がなくなるまでティッシュ全部出してしまって、はい、でも本当にお母さんやめてってなっちゃいますよね。でそういう時に、はい、あの発達を知っているといいんですけど、それっていうのはこうつまんで引っ張るという筋肉運動なんです。なるほど。ティッシュってこう3本の指でね、そうですね、こう掴んでやるんですけども、はい、この指を鍛えるために、はい、本当に反復運動を何度もしているんですね。でそう思うと、はい、あ、ちょっと頑張って鍛えてるのねって叱らないですよっていう。で結構この指を鍛えると、はい、今度はこの鉛筆を持ったりとかお箸を持つ手も筋肉をつけていくってことにつながるので、はい、あの今結構小学生でも 4B 以上の、 あの筆圧が弱いために 4B 以上の鉛筆買ってきてくださいっていう風に先生から言われるらしいんですけれども、はい、まあ、そういうことにならないでちゃんと筆圧もしっかりとかけるようになるっていうことなので、非常にね重要なところなんですね。なので、あ、やめてティッシュもう出さないでって、じゃなくってってことですね。そうです、やらせてあげるっていうのが大事だってことです。なので発達してると叱らなくていいよってことなんですね。なるほど。結構こう叱りがちというか、はい、怒りがちになっちゃうと思うんですけど、はい、これを聞きいただいて皆さんも多分いらっしゃるかと思いますので、ぜひちょっと怒らないで見ていただければなと、ね、思いますね。はい、それではですね、今後は、うん、そうですね、告知ということで、はい、この辺りで今回のゲスト本当に大変短い時間だったんですけど、はい、本当にありがとうございます。たくさんあのお聞きしたいことたくさんまだまだあるんですけど、はい、私の中では、ぜひですね、伊藤美香さんからですね、ちょっと告知やメッセージなどございましたら、はい、ぜひお願いします。そうですね、あのやはりこういった発達のことって実は保育士さん、はい、プロでもなかなか知らないことがたくさんあって、私は現場を見て子どもの発達がなんでこうなるんだろうって、そこ専門家の人たちと研究して、はい、まあ、皆様にお伝えしているので、まあ、多くのお母さんにも知っていただきたいですし、保育園や幼稚園の先生にもね知っていただきたいということで、はい、まあ、日本中世界中にこの輝きメソッドとして伝えられていったらいいなと思っています。はい、あ
ありがとうございます、はい、短い時間ですけど本当にありがとうございました、はい、あ最後告知してもいいですか。あどうぞどうぞ失礼しまし た, しましたあのメルマガっていうものを発行していまして、はい、あのブログ天才子育て手帳というブログと、はい、あと、まあ、メルマガも発行しているので、まあ、天才子育て手帳で検索していただくと、はい、今みたいに赤ちゃんから必要なメソッドどんなものなのかなっていうのが配信されていますので、はい、ぜひ覗きに見てきてください、はい、よろしくお願いします。ということで、伊藤美香さん本当にありがとうございました。とっても勉強になりましたしとっても楽しかったです。ありがとうございました。今回、お招きいたしましたのは今注目の、乳幼児親子教室輝きベビーアカデミー代表理事新しい幼児教育のカリスマ先生伊藤美香さんでした。伊藤さんお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画、ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私、佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。